Jesus! Watch it! 逃げてる時って何でも怖く感じるよね。Kitty, you scared me. ウォッチモジョへようこそ。今日は映画のびっくりシーントップ10をご覧ください。人によって引き起こされる最高のドッキリや思わぬいい結果となったハイテンションのシーンに注目し、平凡なもので怖がらせる工夫などをもとにランキングしていきます。ネタバレにご注意ください。第10位、屋根裏部屋エクソシスト。緊張感に満ちたシーンで明かりがなければそよ風さえも怖く感じるでしょう。クリスは屋根裏の物音を調べようと決心しましたが、頼りないろうそくしか持っていませんでした。再び物音が聞こえてくると彼女は音に向かって進みました。突然ろうそくの炎が燃え上がり、彼女を呼ぶ声が聞こえてきました。現れたのはハウスキーパーのカールで、彼女は悪魔が現れる前に普通の恐怖を体験できました。第9位、ドアの穴、イットフォローズ。もしも友達が襲われたとしても、ドアをノックするのはやめておきましょう。怪物を銃で殺すことに失敗すると、彼らはドアに鍵をかけて部屋の隅に戻りました。すると、何かがドアをノックし始めます。ノックが止むと、怪物の攻撃に備える彼らの目の前でドアが吹き飛びます。ノックしていたのはグレッグだと判明しますが、結局はそれも時間稼ぎでしかありませんでした。Gregory, okay?第8位、ビル・マーレイ、ゾンビランド。ウィチタとタラハシーがビル・マーレイの屋敷でパーティーをしていると、現れたゾンビにびっくりして、ウィチタが彼を殴ると、ビル・マーレイ本人であることが判明しました。彼はゾンビを欺くために、自らゾンビに扮していたのです。幽霊退治の後、彼はとてもビビリなコロンブスを怖がらせて楽しむことにしました。不幸にも彼があまりに本物っぽく見えたことが裏目に出て、コロンブスは彼をその場で射殺してしまいます。 It was my bad. I was never a very good practical joker. So do you have any regrets? Garfield maybe?第7位、ただのおばさん、プロムナイト。鏡は人に忍び寄るには格好の小道具です。このホラー映画のリメイク版では、夢の中で犯人に鏡の中へ投げ込まれるシーンをはじめとして恐怖シーンの連続です。彼女は化粧をしようとバスルームに向かいます。キャビネットを閉めようとした時、おばのカレンが鏡に映り、彼女は叫び声を上げます。背後に無言で忍び寄ってきたため、彼女は殺人犯だと思ったのです。第6位、バス停、キャットピープル。このヴィンテージホラー映画では、主人公イレーナは興奮状態、特に恋をした時にヒョウに変身するという設定です。 Yes, ma'amLike a leopard, but not a leopard. I guess that fits this fella. Yes, it fits him. アリスが恋人と食事をしているところを見つけたイレーナは、アリスの後をつけて通りを歩きます。You cold? A cat just walked over my grave. イレーナが変身してアリスに飛びかかろうとすると、静寂を破る大きな音とともにバスがやってきました。このリュートンバスは、実際には危険のない、登場人物を驚かせる演出を意味しています。
You look as if you'd seen a ghost. Did you see it? 第5位、電車、レオパルドマン。ジャック・トゥルヌールとバル・リュートンのコンビは観客を翻弄することを心から楽しんでいました。ニューメキシコの街に氷が放たれ、夜の街歩きがますます危険な状態に。 A leopard. They're big and they jump on you. Did you ever meet one of those things yet when you went to the store for me? Then you won't meet one this time either. Now get out. 怯えたテレサは帰り道にガード下を渡ろうとした時、何かと目が合います。考える間もなく電車が大音量で通り過ぎ、彼女は反響欄になりながら目の前に迫る本物の恐怖と対峙するのです。第4位、ガラスに映る姿、ハロウィン H20。 ローリー・ストロードに忍び寄るのはマイケル・マイヤーズだけではありません。あの恐ろしいブラッケット保安官がハドンフィールドに戻ってくると、ローリーがさらに身の回りを警戒すると思うかもしれません。しかし大惨事から何年も経った今、マイケルの恐怖は過去のものとなったようです。 I didn't exactly stay to see his ashes. 20 years. 20 years. Don't you think he would have shown up by now? しかしローリーはことあるごとにマイケルのことを心配していました。ローリーは店の窓に映ったマイケルの姿にショックを受けますが、実際は彼女の恋人のウィルでした。第3位、ニュートの発見、エイリアン。宇宙ではあなたの叫び声は誰にも聞こえません。リプリーは乗組員を失って数年後に LV-426 に戻ってくるとき、強力な援軍を連れていました。リプリーと海兵隊員が放棄されたコロニーを捜索すると、そこには容器に入ったフェイスハガーがあり、中にはまだ生きているものもありました。 Yo, Hicks. I think we got some here. 緊張が高まったその瞬間、彼らは通気口にたった一人隠れていた幼いニュートを見つけます。It's all right. Come on. Grab her, Corporal. Don't be afraid. Come on. We won't hurt you. Shh. It's all right. 第2位、死体、ジョーズ。 You're gonna need a bigger boat. この海洋ホラーでサメが一番怖い存在というわけではありません。ブロディとフーパーがサメを探しに出かけた時、偶然にもベン・ガードナーの沈んだボートを見つけ調査することになりました。ベン・ガードナーのボート、That's Ben Gardner's gnome. It's all banged up. Sure, I know him. He's a fisherman. What happened? フーパーが周りを泳いでみると、船体に大きな穴が開いていました。もう一度見てみると、被害者の頭が金切り声とともに飛び出してきて、彼はもちろん、観客も息を呑みました。1位の発表前に、最新動画をお見逃しないようチャンネル登録をお忘れなく。通知の受け取り設定は変更可能です。第1位、ザ・マスク、スクリーム。What are I doing? Hello? ゴーストフェイスからの電話を受けたシドニーはボーイフレンドのビリーになだめられますが、2人が同一人物であるのではと不安を覚えて急いで家を出ていきました。しかしドアを開けた瞬間、ゴーストフェイスのマスクが出てきて、恐怖のあまり悲鳴を上げてしまいます。しかしマスクはデューイ巡査が持っていただけで、少し前に彼女の家の外で発見されたものでした。デューイもびっくりして叫び声を上げました。いかがでしたか？ウォッチモジョの他の動画もぜひご覧ください。最新動画をお見逃しないよう、チャンネル登録をお忘れなく。